ゆいチャンネル、この一番最新の動画が21分前にアップロードされて470回視聴されてますね。はい、もう公開39分で700回も再生されてますよね、この動画。こういうセクシー系の動画がいかに強いかっていう証ですね。この動画の概要欄で、こちらから私のにそっくりなこちら購入できます。クリックするとツイッターにリンクされていて、まあゆいちゃんセット購入ページ URL、 どうしよう、クリックしていいのだろうか。クリックしてページへ行ったら、まあそのおもちゃの購入ページに移りましたね。そのページは YouTube の動画ではアップできないかな。まあとにかく、まあゆいチャンネルさんうまいこと考えていて、この Twitter の購入ページに誘導するための動画ですよね。これこのページへ誘導するための動画ですね。いや、実にうまいことを考えておられますね。私前から思ってたんですけど、紙芝居で飴玉を売るみたいなのはこういうことですよね。紙芝居っていうのは子供たちを集めるための手段で、紙芝居屋さんの本当に、まあ本当の目的っていうのは飴玉や駄菓子を売ることなんですよね。それを買ってほしいがために紙芝居で子供たちを集めるっていうのが紙芝居、まあ紙芝居商法ですよね。